2047年知能へのロードマップと題しまして、今度は3名の先生方にご登壇をいただきます。このままご紹介をぜひさせていただくんですけれども、まず筑波大学の助教で大沢先生になります。でそして電気通信大学特任研究員の倉重先生で、最後にドワンゴ人工知能研究所上席研究員の水谷先生のお三方となります。じゃあそれでは大沢先生、倉重先生、水谷先生、よろしくお願いいたします。はい、では司会をここからは、大沢雅人が務めさせていただきたいと思います。ちょっとツイッターでもなんか WBA 若手っていうハッシュタグで時間にルーズすぎるっていう意見があったので、はい、このセッションしっかり65分を守ります。お願いします先生方、はい、よろしくお願いします。はい、スタート。はい、いいですねこれ。はい、早速なんですが大沢先生にご声いただきたいと思います。大沢2号のですね、大沢弘隆ですと、筑波大から来ました。筑波大の、システム情報系というところで助教をやっています。専門はヒューマンエージェントインタラクションという分野になるんですが、これの紹介をしながら、2047年に何が起きるかという話をちょっとご紹介できればと思っております。こういった、そのロボットエージェント、いわゆる、コミュニケーションするための、キャラクターみたいなのを作っていたりするんですが、それ以外もいろいろな研究をやっていて、なぜそういうモチベーションでやっているのかという話をちょっと、ご説明できればと思います。略歴で言いますと、私はもともと計算機科学系の、出身のところでして、そこで、人間とロボットのコミュニケーションをやってきた、人間になります。その後に、いろいろなところへ行きまして、今筑波大学という感じですね。この中は結構若い人もいるので、個人史として、何をやってきたかという話をしますと、要するに、私80年代生まれですので、小学校の頃は、ちょうどファミコンが出て、間もないところですかね、ビデオゲームで遊ぶのは大好きだったし、そこから必然的に、ゲームが作れるということで、プログラミングの方に興味がいったという感じです。でちょうど私が、子どもの頃過ごした時代に第二次の AI ブームというのがあって、その文献というのが結構いっぱいありました。高校の時代にはその辺の資料を読んでいて、自然と人工知能とか人工生命という分野に興味がいった感じです。特に第二次ブームの特徴の一つとして、そのロボットの方ですね、身体性っていうワードがかなり流行りになって、で、そちらの方からちょっとその、AI をやるなら、コンピューターに閉じる研究じゃなくて、環境と触れ合うその、インタラクションをする AI に行かなきゃいけないかなと思って、ロボットを使った、AI の研究というのをやりたいなと言って、ロボットコミュニケーションの方に入っていったという感じです。で私結構研究室でも人工知能やりたいですって言って入ったんですが、そこで安西舞研というところで、安西先生に近くの大科の人と、今井先生というコミュニケーションロボットの人がいたんですが、そこで言われたのは、人工知能って結構浮ついた分野にも見えるから基礎からやった方がいいよって話をして、そこで、計算機能を、地道に学んでいたという感じです。であとはその、アルゴリズムの研究とか私結構好きだったんですが、今井先生という方に言われたのはその、コミュニケーションの研究って実は思いがけないことが起きるから、そこに発見があるんだという話を、されました。でその時はちょっとよく分かってなかったんですけど、研究室にあったコミュニケーションロボットっていう、コミュニケーション専門のロボットですねっていうのが、あったんですが、それにこう抱っこされるっていう、出来事がありました。でこれはアルゴリズムとしてはすごい単純で、抱っこしてねって言って腕を広げて、そこにこう近づいていくと距離センサーがかかって大好きって言ってギューってやるだけなんですけど、それでなんか妙に感動してしまって、その抱っこされて感動するってなんかバカバカしいなと思ったんですけど、実際やってみるとそうは思わなかったので、なんか自分の頭では想像しないことが起きたなってことで、なんか面白いかもしれないって言って、コミュニケーションの研究に入っていった感じです。で本質はどこなのかなって、ロボットの研究をするうちに思ってきたのは、要するにロボットの身体そのものが重要だと、ハードウェアそのものじゃなくて人間がどう感じるかかなと思って、ロボットの中でもその人間とコミュニケーションするための擬人的な要素に興味がいったという感じです。で、じゃあ擬人的な要素が大事なら別にその目とか手とか擬人的な要素だけ取り出して他につけちゃえばいいじゃんということで、ちょっと変わった擬人化の研究というのを始めて、そこから研究がスタートした感じです。
で、まあ、専門分野のヒューマンエージェントインタラクションというのは、まあ、すげえ簡単に言うと、まあ、ロボットとかキャラクター友達の社会ってよく SF で出ますが、それを割と真面目に考える学問です。で、まあ、知能の実装からその影響までを割と評価するんですが、まあ、あの機械で友達を作るなんてかわいそうだねっていうふうに言われるようなところを真面目に考える学問でもあります。で、まあ、あの、まあ、真面目に言うとその、まあ、あの外界からあの、まあ、あの実際どう動いているかも大事なんですけど、人間からどう見えるかを重視します。だからあの厳密には例えばロボットじゃなくて背後で人間が動かしているようなものに関しても、やっぱそれをそのどうやって自動的にあの半自動で動かしてあげるかみたいな話も入ってきます。で、こうするとエージェントの人らしさは何かみたいな話になるんですけれども、これってものすごい難しすぎる問いで、まあ、人間らしさは何か分かれば人間も人工知能も作れるっていう、まあ、極論すればそうなります。ただその、まあ、人間がどうやってあの人間とか他者を受け取ってるかに関しては、まあ、いくつかの先行研究があって、まあ、HI の研究者は特に、まあダニエル・ベネットという哲学者が言った思考姿勢とか、まあHI 研究者のグリフォン・ナスが言った、まあ、メディアの等式という概念を使ったりします。で、思考姿勢というのは簡単に言うと、まあ、人間が環境を見るときに、まあ、3つの見方があるというふうな、まあ視点ですね。で、1つはまあ物理姿勢でこう例えば物が上から落ちるというのはなんか背後に法則があると。で、まあ、子供はもちろんあの、まあ、いわゆる物理の法則とか知らなくても、まあ、あの要するにあの体験的に覚えてるわけです。そういうの背後に何か法則があって物事は起きるというのが一つの見方です。だけど例えば、目覚まし時計になって起きるとか、皆さん例えばテレビがどう動いてるか、まあ、知ってる方は知ってると思いますけど、知らない人は知らないと思います。で、そういうふうにその、まあ、環境中で起きてるんだけどどうやってそれが起きるか分かんないってことも実は結構ある。だけどそういうものは理解できるのは、何か起こしたことに対して何か結果が返ってくるっていうふうに、まあ、ある行為と機能を、まあ、対応づけて覚えてるから。で、まあ、そういうふうに、まあ作られているものを設計姿勢というふうにベネットは言いました。で、まあ、大半の人工物って実はこの設計姿勢でボタンを押すと何か出てくるというふうに考えるわけですが、そうじゃないものも実はあるぞということで、例えば僕が遅刻しそうで出てたら誰か心配してこう起きて起きてっていうふうに言ってくれたとすると、この人は例えば、朝7時になったら私を起こしに来るように設計されてるとか、まあ、僕は思わなくて、なんか僕のこと心配して来てくれたのかなと思うと。で、こういうふうに環境中に他者の意図を見るってやり方が、まあ、実は別にあるんだというふうにマデネットは言った。で、大抵は人間は他の人間とかあるいは動物に対してこういう姿勢を適用しますが、実は人工物のいくつか、例えばアイゴみたいなペットロボットみたいなのは、じゃあこの姿勢を使ってるんじゃないかっていうのが、まあ、HI 研究者の考え方になります。で、こういう話をすると実は結構、まあ、狭い話やってるんじゃないかって話になるんですが、実はこの社会的なのがかなり広いんじゃないかっていうのが、まあ、メディアの等式、メディアイクエーションという研究で言われている話になります。で、これは、まあすごく単純に言うと、コンピューターで、まあ、ソフトで何か作業してもらうと、まあ、検索とかなんかですね、で、まあ、一緒に作業してその後に、まあ、ソフトウェアの評価をするってことをやります。で、これも純粋な評価なんです。何も擬人化とかしてないんですが、その時に同じコンピューターで評価するか、別のコンピューターのところに行ってそこに座って評価するかっていうのを比較しました。で、それが全部同じ条件で評価するんですが、なぜか下の条件の方が、まあ、低い結果になる、上の方が良い結果になる。で、もっと調べていくと、下の方が正確な評価になってて、上の方が正確よりも良い評価になってるんですね。で、これをまあ発見して、これは結構面白いと。で、まあ、これがその、なんでか、人間同士なら分かるわけです。なんかこうやっていて、まあ、説得されちゃって、なんか例えばやってる人にそのまま聞かれたらちょっと悪いこと言いづらいなみたいになるわけですが、それがなんかコンピューターでも起きてる。で、これ初心者なら起きるのかって、実はプログラマーとかめっちゃ中のことを分かってる人でも分かっちゃうという問題、受けちゃうという影響があります。で、これはなかなか要するに面白いのは、要するに人間ってこうなんか物を作ってる時に自然と、まあ、対象を要するに擬人化してしまう。で、それはその自分でも気づいてないうちに影響を受けちゃうってことがあります。で、この辺の研究ってヒューマンエージェントインタラクションがいくつかあるんですけど、例えばロボットと、まあ、人間2人をこうコミュニケーションさせてるときに、まあ、その仲いい人同士の中をロボットで裂くみたいなちょっと危ない研究があります。で、これどういうのかっていうと、あ、すいません、ロボット自身はみんな2人とも機械だと思ってるわけ。だから全然、まあ、機械で大した問題だと思ってるけど、誰かとロボットが仲良く話してるとそれには嫉妬できるっていうことですよ。だからすごくその人間の社会性ってかなり面白い性質がある。で、まあ、ヒューマンエージェントインタラクションは何かっていうと、まあ、こういうその、まあ、人間同士あるいは人間の社会で起きている現象の一部をエージェントに置き換えて人間よりも良いデザインをできるんじゃないかっていうのが、まあ、我々のアプローチになります。で、ここで重要なのはその、まあ、さっきもちょっと議論でありましたが、人間エージェントって人間なのかって、人間ではないわけです。だけど、まあ、人間ほど賢い知能エージェントももちろんまだ存在しないですが、賢くなくても実はタスクを果たすことがある。
でもそれってよく考えると社会的には知能を果たしてるわけで十分賢いってことじゃないかっていうふうに考えると、知能ってそもそも何だろうって話になるわけです。で、まあ、少なくともまあこういうまあ社会的なタスクを行う際にはそのまあ相手に合わせるってことがまあ賢いんじゃないかと。でその時の形状って別にまあ人間らしさはいるかもしれないけど全て人間である必要はないということで、まあ、いろんな応用があるんじゃないかっていうのがまあ私の研究テーマになります。で、まあ、一つは例えばこういうふうに物を擬人化してあげて、例えば、自分自身の説明を自分でさせるっていうような研究をやりました。でこれやるとまあ何がいいかっていろいろ評価をしたんですが、例えば男性より女性に受けるとか、年代でいうとちょうど30代以上の人とか、まあ、子供10代以下の子供であるとか、まあ、あるいはいろんな、まあ、評価をやってきたわけですけれども、まあ一つ分かったのは、まあ、擬人化をして説明すると他のエージェントがいた時よりよく理解してきるってことが分かりました。でこれは、まあ同じ音声とか、まあ、他の条件を揃えてもそうなる。でそれは何でかっていうと、要するに自分自身で説明してるって形を取るということがまあ大きいと思われます。で同じようにその、まあ、エージェントっていうのを、まあフレキシブルに例えばリアルなとこからバーチャルなとこに移動させたりすると、まあ、リアルな条件で同じところで付き合った関係をバーチャルに移動させて、その中で分かりやすい説明を加えるってことをやったりもできます。これは京セラドキュメントソリューションズとの共同研究です。であとは、例えば2人の人間の動作を混ぜてそこに第3のエージェントを作ることで、なんかそいつとより仲良く話ができるみたいな研究も今行っています。でこれは、まあ、例えば、実際の人間の顔と同調して、まあ、ロボットエージェントが動くんですが、このエージェントの動作が実は遠隔地の人と混ざっていて、で自分が知らない間にこう例えば自分と同じ方向を向いてくれたりするので議論がより進みやすくなるというような研究ですね。であと、まあ、エージェント自身の、まあ、コンテンツを、まあ、ユーザーに作らせるって形で、まあ、子どもの、まあ、教育支援みたいな形のもやっています。だちょっと変わった使い方というのを、まあ、やっていくというのが、我々の一つのアプローチです。で特に、まあこれは、まあ、議論になった問題にもなった研究ですが、まあ、自分自身のこういうその、まあ、人間らしさみたいなのを人間に取り付けて人間を擬人化することもできるわけです。でこうすると何が起きるかというと、まあ、例えば人間の代わりに社会的なこう、これ今カメラで視線を合わせたりして、ここでまあ、モーターがついて伝えたりできるんですが、まあ、要するに人間がこう気の利かないやつでも、これを装備すれば勝手に気が利く動作をしてくれるみたいなやつです。でこれは実際ブラインドの人には結構重要で、まあ、要するに盲目の人は見えたら、まあ、こういうのでコミュニケーションをサポートできるんですが、まあ、これ自身はかなり割と炎上したテーマで、まあ、いろんなところが取り上げていろんなところがこれで人間の感情どうなるんだよみたいな話が、まあ、議論になったりしました。ただ要するに HI って、まあ、つまりエージェントの技術の応用って思ったより広いってことですね。で、まあ、これは一つのテーマなんですが、他にもその他者らしさって、まあ、私自身は人工知能のテーマでやりたいこともあるので、まあ、それで、まあ、やりたい課題の一つとして社会の仮説というのをやりたいと思っています。でこれは要するにまあ、人間の脳みそだけがなんでこんなに大きくなったのかを説明する一つの仮説ですが、まあ、要するに人間の脳みそは他者の意図を推測するために大きくなったんじゃないかっていうのです、ね、で他のまあ動物とまあ厳密に言えば違いますが、他の動物と違って人間はその社会を作れる、社会っていうのは遺伝子を共有しない集団で同じ利益に向かって行動したり例えばできるわけです。でもそこには常に裏切りの可能性がと、相手が何を考えているかっていうのをその場その場でシミュレートしないといけない。でも相手もそのことを考えていて当然出し抜こうとするから、まあ、こういう関係があるときってものすごい、要するに相手のシミュレートの中に自分のシミュレートも入っててって感じで、要するに知能が爆発せざるを得ないんじゃないかということをですね、実はちょっと検証したりしています。でこれはもうすごい簡単なテーマですが、要するに付け払いみたいな、俺今金持ってないけど明日払いますっていうのを例えば言うときって、まあ信頼があればいいですけど、その信頼ってじゃあどう生まれるのかと、で右も知らぬ人が来た時にそれができるかっていうのを、まあ、ちょっとこの、まあ、いわゆるゲーム理論の利得条件をちょっといじってあげて、まあ、シミュレートしたりしました。でそうするとまあ普通の囚人のジレンマってまあよくある課題と違って、まあ、その交互に裏切り返さないとダメだよっていう条件にしてあげるとものすごい状態が増えていって、まあ、実際に複雑になっていくところが見れたりします。で他にもこういう課題をそのコミュニケーションゲームを使ってまあ研究したりするんですが、例えば相手の反応から自分の状態を読むっていうのも一つのまあ意図読みです。背中にバカって書いてあって、なんかみんな笑ってるけど、どうしてかなとか思って、このバカって紙を取れる。でこれは賢い知能です。でこれは実はあの全能の人とかにできますかっていうのをちょっと聞いてみたいところではあるんですが、まあ、こういうそのまあ課題ですね。これをまあ実際花火っていうゲームを使ってやってます。でこれはちょっと変わったゲームで、インディアンポーカーみたいにみんなで裏返しにカードを持つんですけど、それでみんなで協力して出すっていうゲームです。で会話しちゃいけないっていう、まあ、難しい問題があって、情報をどう交換するかで空気読んだりしてこう出していくわけですけど、まあ、これをその、まあ、実際にこうシミュレート可能なものを、まあ、やってあげると、普通の、まあ、そのロジカルに解いたやつよりも成績が良くなるというような現象が見られてくる、まあ、こういうのも一つの
コミュニケーションの知能で、まあ、これを、まあ、これはデターミニスティックに作りましたけど、ぜひあの学習でチャレンジしていただきたいなとは思ってます。であとは、まあ、あのコミュニケーションできる知能っていうことで、さっきのは2者関係ですけど、3者以上の関係になってくるともっと難しくなる。あの自分が言ってることが第三者にどう影響するかも考えなきゃいけない。でこれを、まあ、試す課題として最適だと思っているのが、まあ、人狼っていう、まあ、ゲームになります。ご存知の方はどれぐらいいます？結構いる。あ、そうじゃないですね。あの、まあ、スパイ発見をするゲームです、簡単に言えば。でこれを、まあ、あの実際に解いていって、どのファクターが効くかってことをこういうロボットエージェントも使いながらテストしているという感じですね。であとは、まあ、ちょっと時間がなくなってきたんで、まあ、こういうその、まあ、人工知能に関していろいろな実は、まあ、周辺で問題があって、例えば 2,3 年前に学会誌が表紙を変えた時にかなり問題になったんですが、その現場に入っていって、漫画家の石黒正和さんという方にご協力を仰いで、まあ、どういうデザインがそのじゃあ人工知能でのを表すのにいいかみたいな議論をしたりしました。でやっぱ人工知能って、まあ、考えるってことなんで、そこはかなり難しいなっていうところがあります。で、他にもそのあれですね、この、まあ、つながりでできたその人文系の人たち、AIR という今グループに入っていて、あの、まあ、表彰の方とか、あるいは応用哲学の方と一緒にいろんな議論をしているんですが、まあ、その一つの成果としては、例えば、変なホテルっていう、まあ、あの長崎にあるホテルに実際に調査に行って、まあ、あの労働形態を見たりしています。で正直言うとロボットのクオリティは低いんですが、低くても助けになっているというのがちょっと面白いところです。でよく、まあ、あのロボットがとか AI が労働を奪うとか、いや逆に仕事を作るんだみたいな話がありますが、もうちょっと繊細に見ていくと、なんかあの仕事よりもタスクが置き換わっていって、でタスクが置き換わることによって相対的に働く人間が減るんだけど、働いている人間は誰も奪われたと思ってないみたいな関係があったりします。で最後に、まあ、ちょっと宣伝ですが、まあ、あの半分宣伝ですが、こういうふうな、まあ、人工知能学会と SF 作家との共同ということで、まあ、そのどういう未来が起きるかという、まあ、議論をしたりしました。で私自身もちょっと書いたんですが、まあ、そういう本が出てますので、ぜひごチェックいただければと思います。すいません。たくさん質問はあると思うんですが、聞きません。次の、あの講演者の先生に移らせていただきたいと思います。あ、この後飲み会のセッションがあるので、もう飲み会のセッションでバンバン聞いてください。あ、じゃあお願いします。はい、電気通信台の倉重と申します。まあ、あの今回は知能の発展の理解と知能の理解の発展というタイトルでちょっとお話しさせていただきます。まあ、あの時間が押しているということなので、まあ、あの自己紹介とかはですね、まるっと、無視してですね、じゃ あのとりあえず、いきなりテーマに移りましょう。で今回あの2047年、知能へのロードマップというタイトルだったと思うんですけど、まあ、あの2047年頃の知能に対する理解がどうなっているかというのの、その自分なりのビューを、まず言っておきます。でまずですね、人の知識獲得とか世界観形成を支配する目的関数が分かっているだろう。で、人の目的関数と同等のものを実装した AI が作られるし、それだけじゃなくてそれと双方の目的関数を実装した AI も作られるだろう。で、あと一般的な意味で、物理的実在と情報の関係が分かるだろう。これあの何を言ってるのかよく分かんないと思うんですけど、あの私もよく分かんないのでその辺りご安心をというか、まあ、徐々に分かるように説明をしていきます。ではですね、私がやってるのは認知神経科学っていう、学問なんですね。で認知神経科学では、まあ、知覚とか運動とか記憶学習とか、まあ、認知情報処理の性質およびその脳基盤を明らかにするという学問です。で、まあ、特徴的なのは脳の物質的側面だけじゃないし、抽象的な情報処理だけじゃないし、その両方に注目するということです。でですね、まあ、あの脳ってこういうような、形してたり物理的な性質があるから、まあ、認知情報処理ってこんな感じになってるよねというような、方法が一つあり、まあ、もう一つあの認知情報処理って、あの脳のこの部位でこういう感じになされているよねっていう方向の理解が、まあ、あるわけです。でまあ、あの実情はですね、実際こっち側は、なかなか厳しいです。脳の構造とか、まあ、物理的な性質から認知情報処理の性質を導くっていうのは結構難しいと。ただまあそれでも
知能の理論を発展させるということは認知神経科学のミッションだと思っています。で、認知神経科学のミッションを知能ということに絡めて言いますと、知能の性質を明らかにする、知能の性質の脳基盤を明らかにする、で脳を介して知能の理解を進めると。で、これ、話していくんですが、まず知能の性質を明らかにする。で、重要なキータームと私が思っているのは世界観という言葉なんですね。で世界観、これがどういう意味の言葉かというと、とりあえず広辞苑を引いてみるとですね、世界を全体として意味づける見方と、人生観より包括的、単なる知的把握にとどまらず、より上位的評価を含む、つまり世界の見方プラス、価値評価みたいな、そういうものなんですね。でこの世界観というのを、よく考えた哲学者であるところのビルタイという人の本とか聞くと、世界観の究極の根底は性であると、どの子の性も、それ自身の世界を想像するとか、世界観では性の謎の解明が試みられる、世界観に基づいて何かが簡単とか、で、現実認識とかですね、価値評価ということにも触れられていて、で、包括的な人生設計だとか、行為の規範だとかですね、個人的性と社会を形成する理想とかですね、そういうものも含まれているというようなことを言っています。で、これ世界像とか現実認識って要はモデルってことじゃないかと、で価値評価はそのまま価値関数だろうと、で行為の 最高規範って工作だろうとか、目的設定でサブゴール設定設計みたいなもんだよねと思うと、これ教科学習問題のように思えてくるんですけれど、そういうわけでその世界観というものにアプローチするときに、教科学習問題だと思ってアルゴリズムを作るという方法が一つあるわけですけれど、もう一つですね、世界観という概念自体を深めていくと、つまり人の世界観の情報処理的性質意義というのを明らかにすると、で、これがうまい感じにループが回るといいんじゃないかと思っています。で、でなんで世界観の話をしたかというと、私は知能っていうのは世界観を作って世界観に基づいて生きる能力だと思っています。で、世界観をこう作り続けるということは、知能の発展だというようなことで、タイトルの知能の発展の理解ということにつながるんですが、で、そこで、さらに重要なのは世界観の機能って何って、つまり世界観を作られるとして何を目指して作られるのって、で、これは知能がどんな機能を持つように発展するのかというような、そういう注意で、私の研究にちょっと、移らせていただくんですが、私は知識獲得っていうものを、テーマに研究してます。で、一つ、私の研究で知識が、どういうふうに獲得されるかっていうのについて、創造的生産性を増大するように、選択的に獲得されるんじゃないかっていう、仮説を確かめたものがあります。で、この課題、最初にですね、基地の単語から、なるその基地の単語を組み合わせて作った合成語を提示していてですね、でそれを被験者さんに見せてですね、で、その後にその記憶の再認の課題をやるんですね。で、どれぐらいその合成語を覚えてましたかと。で、その後にですね、その合成語をテーマにした論述文の生成の課題っていうのをやるんですね。で、それで、この記憶の課題の時の記憶革新度と論述文の生成量の間を見てみると、記憶が高い方が論述文もたくさんできる、つまりこうたくさん創造的な活動ができるという関係になっているんですね。じゃあこれから直接にこう知識っていうのはこう創造的生産性を増大するように選択的に獲得されるって言えるかっていうと、そんなことはなくて、よく生成できるものを選択的に記憶したじゃなくて、もしかしたら単によく記憶できたからよく生成できたっていう、因果関係になってるんじゃないかっていうのもあるわけですね。で、その解釈、どっちが正しいかというのはですね、一部を強制的に記憶させるっていう要件で、少し課題を変えてやってみました。で、そうするとですね、強制的に記憶させたものと自発的に記憶したもので、どちらについてより論述量が多いかというと、自発的に記憶した方なんですね。そういうわけで、よく生成できるものをこそ人は選択的によく知識獲得をしているという結論が得られました。で、今回2047年知恵の上のロードマップっていうことなんですけど、ちょっと先すぎるので、2017年末、今年末ですね、今年の年末あたりにこれぐらい進んでればいいなという話なんですけど、今ので知識はその後の創造性をより増大するように、選択的に獲得されるということが分かりました。
ただ創造性というのは知識獲得を方向づける唯一の目的因子じゃないだろうし、まあ、おそらく独立した因子でもないですね。でもっと網羅的にこう知識獲得を方向づける独立した目的因子を想定して、まあ、知識は何のためにあるのかという問いにこう総合的に答えたいと。で、まあ、これは今実験準備中で、まあ、今年の末ぐらいには、結果が出るといいなと思っています。で、次なんですけど、知能の性質の脳基盤は明らかにすると。で、まあ、今の、実験から、まあ、知識獲得ってこう自動的にそのある情報を受け取ってるだけじゃないなと、なんかもうちょっと能動的で自律的なものだなっていう印象が、あったと思うんですけれど、じゃあその脳基盤は何か、候補があるのかということで、探ってみましたよと。で、まあ、一つヒントになるのが、月歯類に見られているクリクレっていう神経活動があるんですね。でこれは何かっていうと、普通、脳の中の神経表現って、まあ、経験をした後にできるっていうふうに考えられてるんですが、これはそうじゃなくて、まず神経表現の方が、表現の候補みたいなものが作られて、でその後で、経験が起こった時にその経験とその表現が紐付けられる。で、まあ、そういうような、ことが月歯類で、示されていたり、反駁にあったり、まあ、いろいろしてるんですけれど、で、まあ、ともかく、このことから言えるのが、知識の原型というのはもしかしたらその外界から情報を得る以前にできているかもしれませんよと。でですね、まあ、そういうようなことを人でちょっと確かめる実験をしてですね、でちょっと複雑なタスクなんで、まあ、もろもろは省くんですけれど、でやることは、まあ、あるフレーズの学習です。であるフレーズを学習するんだけれど、そのフレーズの神経表現を調べて、そのフレーズの神経表現が、事前に取った自発脳活動の中にどれぐらい含まれていたかっていうのをまず調べるんですね。でその量とこのフレーズどれぐらい自分がよく理解していたかっていう、まあ、その評価を関係づけてみるとですね、より事前に自発脳活動に対象の神経表現に似た成分が多いと、まあ、理解が促進されるっていうような結果になったんですね。まあ、そういうわけで、まあ、ある種クリクレ的なものが、まあ、存在して、で、まあ、それが、知識獲得の選択肢に何か関係しているっぽいっていうような、まあ、ことを示唆する結果が得られましたよと。で、まあ、そういうわけでですね、まあ、これを踏まえた上で、じゃあ今度は2019年ぐらいまで、まあ、どういうことをやりたいかという話なんですけれど、まあクリクレっていうのが、まあ、脳が自ら今後得るべき情報をこう、まあ、もしかしたら規定して前もってその脳システム内での位置づけをこう定めておく仕組みなのかもしれない。でそうであるんだったら、まあ、なんかこれはとても興味深いので、まあ、クリプレ含めそういう脳の自発活動っていうのが、まあ、自身の知識体系の未来のありようをこう定めるみたいな、そういうビューで、そのメカニズムを、まあまあ、2019年ぐらいまでには探りたいなと思ってますね。で、まあ、ここから2047年知能の、上の人の知識獲得とか世界観形成というのが支配する目的関数というのが、まあ、2047年頃には分かるんじゃないか。で、まあ、それを実装した AI とかそれの候補の AI とかも、作られるんじゃないかというふうに考えてますよと。で、次、脳を介して知能の理解を進めるということなんですけれど、でさっきこの図をお見せしましたね。で2023年ぐらいにはもうちょっと、状況が改善されているんじゃないかと。で、それが何でかと、まあ、神経科学っていうのを集合値として捉える必要があると。で神経科学っていうのは脳っていう名前のファイルにこうみんなで共有して、そこに各々が発見したこう知能の要素をこう書き込んでいく試みだと。で、まあ、一人では見落としていた要素の誰かが書いてくれるだろうし、不確かな情報もこう補強されるだろうし、同じ場所に書かれた知能の要素同士は何か共有の関係があるかもしれないということになるわけですね。で、そこで重要なのがメタアナリシスで、まあ、ニューロシンスっていう神経科学の、データベースがあるんですけれど、まあ、そこにはその論文概要とその論文の中で、言われている脳活部位の座標っていうのが、まあ、紐付けられているんですね。でこれを利用するとどういうことが可能かっていうと、その例えば
エモーションとかワーキングメモリーとかムーブメントみたいなそういう認知機能に対応する深くマップを再構成することができると。でそこで、この、メタアナリシスデータベースと、FMRI による脳結合性解析を、合わせたものというのをちょっとやってみましたよと。で、これちょっと、まるっと飛ばしてですね、私はこのスライドを作ったのを微妙にちょっと、後悔をしていて、これエモーションじゃなくてアテンションにすればよかったと思っているんですけど、これは何をしたかっていうとですね、エモーションという概念をFMRI のデータを用いてエモーションという概念の負荷マップの各部分部分が他の認知機能とどういうふうに関係づいているかっていうのを、調べたっていうようなものなんですね。でこういうことが可能になると何ができるかっていうと、このエモーションを他の認知機能でさらにラベル付けて細かく分析することができると、つまり概念分析ができるんですね。でエモーションっていうのを、さっきの、認知機能でラベル各ボクセルをラベル付けて、クラスタリングをしてみましたよと。でそうするとどういうクラスターが出てくるかっていう と、エモーション内のボクセルにはその意思決定に関係するものっていうクラスター、視覚に関係するクラスター、他者や自分の心情に関係するクラスターで、恐れっていうのに関係するクラスター、あと抽象的な意味の把握みたいなもののクラスターが出てくるんですね。だからエモーションっていうのは実はこういうふうに概念分析できるんですよと、脳科学のデータを使えばというようなことが言えます。であとですね、これ実は急遽作ったんですけれど、で認知機能間の関係のマッピングみたいなこともできます。でピンクのところがアテンションなんですけれど、で他の認知機能とどれぐらい関係しているのかっていうのをちょっとその、脳の結合性をもとに調べたんですけれど、でそれで近いものは近くマッピングしてるんですけれど、でアテンションのところをよく見てみるとですね、案外実行機能とかに近かったりですね、当然コンシャスネスとかサーチとかには近かったりですね、でも読むっていうことにも近かったりですね、こういうこととか言えたりします。だから脳科学的にこう案外、やれることあるんだぞとちょっと言っておきます。でそういうわけでですね、論文データのメタアナリシスと脳ネットワーク解析を合わせて認知情報処理についての、洞察が得られたけれど、これ多分今後進んでですね、局所回路とかニューロンのデータとかですね、もっとダイナミクスのデータとかそういうのを入れていてですね、でそういうことで、ニューロンという物理的実在からこう認知機能というレベルがもしかしたらつながるかもしれないというわけで、これをある意味のケースとしてさらにこの一番下だから、今ニューロンから認知機能っていう物理的実在と情報でしたが、もしかしたらそれをある種のケースとしてですね、より一般的な意味で物理的実在と情報っていうものの関係が、分かるようになるかもしれないというふうに思っております。以上です。ありがとうございます。もう途中で山川さんが一番前に動いてきたのを見てこれ面白いと思いますところです。はい、じゃあ続けて谷さんお願いします。はい、ドアンゴ人工知能研究所の水谷です。よろしくお願いします。ですね、私2047年のロードマップと言われてもちょっと全くわからないので、簡単に私がやっていることを説明させていただいて皆さんとディスカッションしていきたいなと思っています。なんでわかんないかと言いますと、私はかなりボトムアップに神経科学をやってきた人間で、実験科学をベースにコネクトームというものを明らかにしたかった人間なんですね。なので、そのコネクトームというものを使って今回人工知能を作成する、特に汎用人工知能を作成するという道筋について、少し議論できたら面白いんじゃないかと思って、お話しさせていただきます。で皆さんコネクトームという言葉を聞いたことありますか？初めて聞く人多いですね。初めて聞く人やっぱ多いです。で簡単に言いますと、脳の
コネクションを全てマッピングすることです。脳の中には神経細胞がたくさんありますよね。その全ての神経細胞、人だったらまあ何千万っていう神経細胞がありますけれども、その神経細胞の完全なネットワーク配線図というものがコネクト、コネクションプラス OE、OEM ってゲノムとか相対という意味で使いますけれども、コネクトームというふうに呼んでいるものです。で、私たちは神経ネットワークの構造をもう本当に顕微鏡とかを使って明らかにして、そこから生理機能というものがどう生まれてくるのかっていうのを研究していくわけです。で、コネクトームのスケール、やっぱ脳は非常にスケールの大きい器官ですので、先ほど倉重さんが話したような MRI を使って全脳を、コネクティビティマッピングするというやり方ですね。この右側のような人間の脳を丸ごとやると。しかし神経細胞は非常に小さい、もうミクロン以下ですね、ナノレベルで改造しないと見えないシナプスというものがあったりします。シナプスは皆さんもしかしたら聞いたことあると思うんですけども、神経細胞の接点、結合部分ですよね。なのでどういうトポロジーで神経細胞がお互いくっついてるかっていうのを本気で明らかにしたかったら、電子顕微鏡といわれるナノのレゼルーションが必要になってくるわけです。もちろん光学顕微鏡を使ってカラフルに神経細胞を染めて、その結合を明らかにするというアプローチもされています。で、次に示すのはマウスの脳みその本当の、神経ネットワークの、画像になるわけです。これ一枚一枚、白黒画像なんですけれども、これは、電子顕微鏡で撮るとたったの、256のグレースケールで撮られるただの白黒画像なんですね。で、そこには神経細胞と呼ばれる、先ほど言ったニューロンとグリア細胞と言われる、それをサポートするようなもの、もちろん血管も走っているわけですよね。で、電子顕微鏡というのは全てを見ることが、ほぼできますので、そこから神経細胞を取り出したり、グリア細胞を取り出したり、神経細胞も一つだけではないので、その興奮性のニューロン、興奮性っていうのは、プラスにアクティビアイですね、次に刺激を与えるような、で、逆に抑制性のニューロンというようなもの、こんな感じでいくつかのパターンを明らかにするということができるわけですね。だから私がドワンゴ人工知能研究所に来る前までこういうことをやっていて思っていたことは、こういうものを3次元上に全て可能して、コンピューターの中に自分の脳を、簡単に言うと、その中で再構成できるようなことを目指していたわけです。なのでコンピューターの中に脳の回路をさっきもう明らかに実験データから取ってきたものを入れたし、で、そこから生まれてくる機能っていうのは、他に生理学的なデータを使って再構成されてくるので、それをさっき言った倉重さんが言った、まず情報の箱みたいなものが、Google Earth みたいな感じで脳ブレイン、脳ブレインエクスプローラー的に、存在して、そこにあえる知識とかが埋め込まれているものっていうのができると、もしかしたらそこから知能とか心とか意識とか、そういうものがもしかしたら研究できるんじゃないのかと思いました。で、これを私は、勘違いだったのかもしれないですけども、これは全脳アーキテクチャーと呼ばれる山川さんのやっている、アプローチに近いかもしれないというふうに思いまして、かなり、惹かれまして、昨年の11月からドワンゴ人工知能研究所の方に、移りました。今までの仕事はアメリカのハーバード大学の方でやってきたものなんですけれども、その、例えば、コネクトームという概念を生かしてですね、じゃあ人工知能をどうやって作るかというようなアプローチを今考えております。で、先ほど示したのはマウスの神経ネットワークですから、例えばですね、マウスの中にも体勢感覚とか運動とかを司る脳の領域があるわけですよね。で、それを実験科学的に明らかにされて論文とかパブリッシュしているグループは世の中に今たくさんあります。なので、そのように回路がこの右上にあるように、描写されてきているわけですよね。で、このようなものを、じゃあバイオロジカルなネットワークなんだけども、人工ニューラルネットに落とし込んで本当にファンクションなのかっていうようなことを試したということを今やっているわけです。なので、
これはもう山川さんがいつも使っているスライドですけれども、そのコネクトーム神経回路配線図というものに基づいて、じゃあ全のアーキテクチャを作り、それが汎用人工知能になるということを目指して研究をしています。なので先ほどでしたら、まあ視覚とか聴覚っていうものを、それぞれの脳の機能がありますよね。それぞれ、まあいわゆる工学者が言うモジュールと呼ばれている、見たり聞いたりする、まあ、処理する部分を単機能としてまあモジュール化して、脳と同じように結合させていくことで、いわゆる一つのアーキテクチャ、まあ、それが汎用人工知能につながるのではないのかというふうに考えています。で、私たちがそれを一人で、まあ、研究所だけでできるかっていうと、なかなか非常に難しいわけです。その将来設定が汎用人工知能なので。なので私たちはまあこれずっと僕は実験やってきて、まあ、映ってから本当のネズミの実験はしてるんですけど、してないんですけれども、じゃあ社会実験という名で汎用人工知能を開発するっていう社会実験の場みたいな感じにしてみたらどうかと。本当に汎用人工知能を作るということができるのか、そのための一つのアプローチとして、私たちは、まあ、今まで、まあ、よくやられている一つの発想なんですけれども、まあ、民主的な開発、私たちだけじゃできないので、みんなこう力を合わせて作るというような場として、ハッカソンというものを提案しています。そこではですね、神経科学者ももちろん、一緒に参加します。なので神経科学者は脳のことが分かる、でもちろん実装するための機械学習の研究者も必要で、2人が同じところに集まって一緒に人工ニューラルネット、まあ、基本的にはまあニューラルネットですね、その生物学的なコネクトームから人工ニューラルネットみたいなものを作って、それらをつなぎ合わせて認知機能が構築できるのかというようなことをやっています。なのでこれが私たちがまあ始めた、アプローチですので、ますます人が必要になってくるわけです。なので、まあ、最後、まあ、お誘いというかやや宣伝に近いですけれども、まあ、未来を作るのは僕は皆さんなわけです。2047年がどうなるかは結局皆さん次第だと僕は思います。だからずっともうボトムアップ僕は考えているので、こういうふうな発想になるわけなんですけれども、汎用人工知能しかも脳型でやるということであれば、やはり神経科学者の知識、実験結果も必要だし、機械学習のやっぱスペシャリストも一緒に考えていかなければいけないというふうに思っています。で、私たちがそういう場を提供します。で、SIGWBA と呼ばれているものとかもありますし、ハカソンも、まだ準備段階ですけれども、大きなものをじゃあ秋の9月ぐらいにやろうというふうに考えております。またもちろん、先ほどちょっと、宣伝ありましたけれども、ドワンゴの方でもインターンを募集してますので、ぜひぜひこのようなことをやって汎用人工知能を作りたいという場合は、人工知能研究所を希望してもらえると嬉しいです。以上です。ありがとうございました。素晴らしいです。お三方時間ぴったりですすごい、はい、ありがとうございます。ご協力いただいていっぱい議論ができます。はい、まあ、このお三方にお願いしてこのテーマでセッションをやるっていうのは結構いろんな思惑がありまして、で、まあ、全部思惑を言うと発散するので一個一個小出しにしていくわけですが、まずなぜこのお三方かっていうと、まあ、僕らの話の中で大沢先生はヒューマンエージェントインタラクションって、人工知能っていう軸を置きながら認知とか人っていうものを理解しないとできない工学っていうものに携わられてるし、倉重先生は平日は経営さんの的神経科学者休日は認知心理学者というような立場を、はい、認知神経科学者という立場を取られていたし、あと水谷さんももともとニューロサイエンスのバックグラウンドを持ちながら人工知能の方に移ってこられて、この学も広げようっていう、それぞれの方でトライアングルがうまくつながるような感じがして綺麗だなと思いました。で、やってほしいのはこの3人が公共の場で喧嘩したら面白いなと思ってるんですよ。だから喧嘩し始めないかなって思って、喧嘩しそうなところはなんだろうって思った議論の出発点として、倉重先生の世界観って話はどうかなって思う。世界観、例えば座りますね、大沢先生実は同じ研究室出身なんですけど、世界観の話って、例えばあれですよね、なんかロボットだけで知能っていうよりは人とのインタラクションとか相手とかその他のバックグラウンドも含めて知能っていう考え方
にご理解があるかなと思っていて、例えばさっきのバカっていう札を貼られて分かるかって、世界観を分かってるから分かるっていう話にもつながるのかもしれないなとかって想像しながら聞いたんですけど、水谷さんってどういう立場なんですかねっていう。世界観ですか。世界観、例えばあのニューロンを調べて世界観が分かりますか。そうですね、私はずっとマウスの神経細胞をつついてたり、まあ、いろいろスライスをしたりしているわけですけれども、世界観は自分の想像する世界観を超えることがやっぱりあるっていうスタンスですね。なので、まあ、自分で提唱する世界観とか、まあ、こうなったら面白いっていう世界観以上に、自分の知らなかった世界観がこんなところから来るというような、まあ、比較的あまり仮説を僕は嫌う、まあ、神経科学でももちろん仮説ベースで研究するんですけれども、私はその中でも仮説を置いた研究を実は嫌うタイプなんですね。なのでどのような分野でも、もう物理だろうが科学だろうが生物だろうかが、ほとんどの人はまあ仮説を置いて、それのために、まあ、実験科学の場合はその仮説を検証するために実験をして、でそれがまあ証明されるとか証明されないとかあるとは思うんですけど、私は自分の知らない世界観が生まれてくるっていうところに、だから理解、まあ、自然科学的な理解ですねっていうのをちょっと感じるところがあります。大沢先生とかどうですか。世界観の話すごく面白くて聞いたんですが、ちょっとお聞きしたかった点としては、世界観って動的なものなのかなっていうのが気になっていて、実際その例えば人間が他の人間と話すときって、そのなんかインタラクションしながらその相手の世界観を理解して合わせていったら、自分の世界観自身もどんどん変わっていくって性質はあると思うんですけど、その辺はどうやってこうモデル化していくかなっていうのはちょっと気になったところです。そうですね、私がですね、まあ、今現在どういう方向でこの世界観っていう、まあ、世界観という脳機能って言っちゃいますけど、世界観という脳機能にアプローチしようとしているかっていうと、まあ、知識獲得っていうことから、結局その、まあ、知識を自分のものにする、要はそれに、まあ、どういう傾向があるかなっていうことから、まあ、世界観っていうものは、まあ、どういうふうに形成されているかなというような、まあ、そういう感じなんですけど、つまりそれって、まあ、ある主張機器欲的な、ものなんですね。で、だから、まあ、そういう意味では私の現在の、実験のアプローチでは、その世界観っていうのは、まあ、比較的長期記憶的な、もの、ただもちろん作られてアップデートされてアップデートされてアップデートされてですけれど、その状況状況っていうようなものをを想定して、研究をしているわけではないんですね。ただ実際には動的なものだと思います。で、今年の論文かな、多分2017年のジャーナルオブニューロサイエンスだったと思うんですけれど、こういう知識獲得についての、ね、研究で、その最初にですね、その人の心の中のあるスキーマ、まあ、スキーマって知識のちょっとした塊みたいなものだと思っていただければいいんですけど、そのスキーマをまず事前にこうアクティベートさせておいて、でそれがその続く知識獲得にどういう影響を与えるかっていうような、まあ、そういうようなことをやった実験とかあるんですね。で、まあ、それで非常に面白いのが、そのスキーマが知識獲得に影響を及ぼすっていうのが、その脳波でその情報が提示された数百ミリ秒後の情報を見ると分かるっていうことがあるんですよ。だからそういう意味では、その時その人の心の中では、そういうあるその、まあ、世界観のうちの、まあ、ある断面って言ってもいいのかもしれないですし、あるいは動的な世界観が、まあ、ある形を取った瞬間って言ってもいいかと思うんですけれど、まあ、ともかくですね、実際にはそういう動的なものが作用して、知識獲得にも作用してみたいな感じなので、まあ、動的なものだと思ってますし、まあ、動的なものと知識獲得も関係していますし、まあ、そのあたりはいろいろごちゃごちゃしていますが、まあ、そんな感じのビューですね。
なんとなく分かってきた感じがします私の中で。だから動的なイメージがすごく自分の中であったんで、やっぱりでも実際は動的な面もあるっていうのはすごく納得を得たところですね。あと私自身の研究立場から言うと、やっぱりその他者みたいなエージェントが持つ、まあ、エージェントに対する世界観と、まあ、その環境に対する世界観とはちょっと違ってくるかなと思っていて、まあ、もちろん人間の動作もスキーマで表せるのはあると思うんですけど、ただこの人にはこう接した方がいいみたいなプロトコルで、まあ、ベースで決まっているものもあると思うんですが、一方でその他者みたいな相手も自分が考えている前提でどういうふうにそのモデル化していくかっていうのは、なんかもうちょっと複雑な構造がありそうにも思えるんですけど、逆にその辺って脳構造からはどうなってるのかなって純粋に知りたいところではあります。これはお二方にお聞きしたいんですけれども。そうですね、まあ、社会性みたいな、ものというのは、まあ、もちろんその、まあ、社会性を主にこう処理するみたいな、脳部位で、処理されていたりして、で、まあ、それは例えばですね、自分、自己、セルフっていうものを処理する、ところに非常に近かったりするんですね。で、それがですね、さらにですね、さっきの私の、まあ、認知機能をマッピングしましたよっていうあれがあったじゃないですか。で、あれで見てみるとですね、さらにこうデフォルトモードっていうですね、脳が活動をあんまりしていないときにこうデフォルトで活動しているような部位っていうのに実はすごく近かったりとかするんですね。で、まあ、そういうわけでですね、そのある種 の、 その何もしてなくてもこう自分でこう活動する自発性みたいな、そういうものを、ベースにして、その自己あるいは他者あるいは社会っていうような、まあ、そういうものが処理されているのかなというふうに思ったりしますね。で、それは、実際の、物理的なものの、処理とはまたなんか違うレベルのものなのかなと、脳部位的にはという話ですけれど、まあ、そういうふうに思ったりします。まあ、脳の構造という言葉を使ったとしてもですね、多分倉重さんの示した例えばネットワークというものと、私が過去に実験していたネットワークっていうのは結構質が違う可能性があると思ってます。私たちが過去にやっていたのは本当に物理的な結合なんですよね。まあ、確かにここからここへ投射しているとか、シナプスがどのぐらいの数であるというふうに、まあ、多分医学部の用語でいうと解剖学になるわけなんですが、一方で倉重さんが示すマッピングというのは機能で分類したようなコネクティビティになるわけですね。はい。まあ、実際にはコネクティビティは、レスティングステート FMRI で、測ったいわゆるファンクショナルコネクティビティです。なので、両方大切だと思いますけれども、むしろファンクショナルコネクティビティだけでも十分だという神経科学者もいるぐらいだし、やっぱりアーキテクチャに、やっぱ物理的な結合っていうのが本当はやっぱ重要で、でもその代わりアーキテクチャーっていうのはやっぱ設計図ですので、まあ、そこにそういう社会性とかそういうある、まあ、体現する認知システムみたいなものを、まあ、どうやって載せてるかっていうのはやはり僕たちだけじゃなくて、お互いこうちょっと離れてるけれども同じことに興味がある人たちではやっぱそのファンクショナルコネクティビティと本当にフィジカルなコネクティビティでアプローチしていくということっていうのが僕はまあ重要だし、そこで齟齬も生まれると思うので、そのあたりっていうのを議論していくっていうのも面白いと思っています。盛り上がってまいりました。世界観っていうキーワードを元に今議論し始めたんですけど、じゃあもっと大きくなんかその3分野今たまたま挙げてますけど、この分野間ではどうなのかなとか思っていて、まあ、例えばよくある認知科学と神経科学の喧嘩のテンプレがあると思うんですよ。認知科学が
神経の活動なんて見ててもビヘイビアの説明はできないって言ってる時に、なんだ、認知が言ってる時に神経の人が、いや、そのビヘイビアとかでブラックボックス化して説明してもちゃんと神経活動にマッピングしてくれないと納得できないみたいな、そういう言い合いを何回かテンプレでいろんな人から聞いたことがあるんですけど、例えばそこら辺の議論ってお三方どういうふうに見てらっしゃるのかなっていうのが気になるんですけど、あ、僕の勝手な興味なんですけど、どうですか、どう思ってらっしゃいます？神経とかの、なんだろう、神経百科とかストラクチャーとかでビヘビアが説明できるかできないかとかっていう議論はどう思いますか？非常にもちろん難しいんですけど、多分物理の人は総合理論的なのが非常に好きなので、物理的なアプローチで考えるときっと、まだもちろん総合理論ないですけど物理にもあったらいいな、説明できたらいいなっていうタイプの人もいるんではないかと思う一方で、非常に難しいわけですよね。今物理の理論ができないように神経科学の細胞を構成する分子を説明することが人間の価値を判断のシステムがどうなってるかっていうのをどうやって結びつけるねんっていう話っていうのがあるわけですよね。そこを私たちも多分最終的には知りたいんだけど、きっとここにいる3人ももしかしたらその本当は全部知りたいんだけれども、全部生きてる間に知ることができないので、どこをやるかみたいなところがあって、そのうちにその考えに没入してしまい、他を拒絶したり、ちょっと喧嘩ってみようかなっていうふうに本なってるかもしれないなって思ったりします。どうですかね、喧嘩売る側ですか、売られる側ですか、皆さん。私は行動だけの実験もやってますし、脳も測ってるので、なんかある意味中間的な立場だと思うんですけれど、で、先ほど、ちょっと図で示しました、その脳の理解とその認知情報処理の理解がどうつながってるかと、現状ではその認知情報処理は、脳のこの部位でっていうふうな方向の活動はあるけれど、その脳がこういうふうにつながってるから認知情報処理がこうなっているはずだっていう、そっち側の、束縛みたいなのは、まだちょっと、しんどい状態かなというふうに思ってるんですね。で、だから、認知をやっている人はその認知だけでこう一生懸命やっていって、で、それはそれでとても有意義だと思いますし、で、私もその行動だけの実験とかやってるので、そういう意味ではそういうところに一つ踏みするところはあるんですね。で、ただですね、それに対するアンチとして出したのが実は最後の3番目のやつで、で、神経科学研究は実は集合値というふうに、言いましたけれど、で、その集合値をですね、今我々はまだそのきちんとよく見る、見方っていうのを持っていないんですね。で、それに対して、じゃあそこにこう、メタアナリシスプラスネットワーク分析を入れてみたら、なんかもうちょっとそのつまり、脳側にこう機能をマッピングして脳側にこう知識を貯めているっていうことが、その、認知情報処理って実はこういうものなんだよっていうような、そういうことを言うため の、 その束縛になる日が来るんじゃないかというような、そんな感じでですね、その一端をお見せしたのが、その先ほどそのエモーションという概念を、その脳の、結合、機能結合、レスティングステートファンクショナルコネクティビティですけど、をベースにして概念分析をしたという研究が先ほどそのお示ししたその一端で、で、そのエモーションを概念分析してみたら、その脳の、コネクティビティ的には実は抽象的意味の把握っていうサブクラスターが入っていたっていうことをさっき、申しましたが、そのエモーションっていうその情報処理の中にそういうのが入っていたって、多分、認知科学者そのまんまエモーションやっていた人たち、知ってるかもしれない、知れないですけど知らなかったと思うんですよ。で、そうするとですね、いや脳を見たから
エモーションは実はそのサブ機能として抽象的意味把握っていうものがあるはずだと。だからそういうようなことが言えるわけですね。だから、まあ一つそういうことでこうアンチを示してやっていこうかなという。はい、僕はあれですね、エンジニアの立場なんで、認知科学と神経科学の喧嘩を横目で見て、こう美味しいところを持っていくみたいな感じで見てるんですが、まあ、エンジニアは割とそういう意味では立場的には少し自由なので、まあ、知能が再現されれば実装はどういう形でも良いとは思ってはいるんですよ。ただその中で私がやっぱりすごく興味あるのは、その進化的な視点でどういうものが選ばれてきたのかっていうんで、それが例えばまあ、生物学的な原因でそうなっているのか、あるいは本質的に例えば知能っていうのを再現するときに有効にでそういう構造になっているのかっていうのはすごく興味があって、だからその例えば基質的なところでも例えば同じように配線をしてあげれば再現可能なものなのか、それとも別に全然別の実装であってもできるのかとか、あるいはその認知的な、まあ、モジュールのつながりで例えば類似性っていうのは本質的に例えば人間以外のもので知能を作ったとしても、まあ、類似する部分なのか、あるいはそこは全然実は関係なくアレンジできてもっと多様な形のまあ、エージェントデザインができるのかっていうのは私の興味としてはあります。で個人的にもやっぱりそのまあ社会こう2047年のスライド全く省いてしまったんですけど時間なくて、まあ私個人が思ってるのは多分そのエージェントデザインってまあ人間と同じようなものを作っていくっていうよりは人間をサポートするような形のやっぱエージェントデザインだ、他者だけど人間そのものではないって形になるのでなると思うので、まあ、そこがその要するにどこまでが実装にとって本質的でどこは実は我々っていう人間の生物っていうのに依存しているのかってことがこう分かってくると、まあ、面白い世の中になるかなと思って見ています。なるほど、面白い。なんか今までの話で結構もうなんかサイエンスってもう分かれば分かるほどなんか広がっていくし細分化されていくし、なんだろう、例えばなんか学問の始まりって哲学だみたいな言い方をすることがあるじゃないですか。哲学からいろいろ分かれていって今のがあるし、人工知能だって最初全部人工知能だったのが画像認識がうまくできたら画像っていう分野になるしみたいな、どんどん分かれてきた背景があると思うんですけど、一方で今日の一日朝から聞いてると、例えば注意って整理するのがすごい難しくてできないまんま議論になるしかなかったけど、例えばあれでいろんな分野の共通する注意とかができたら収束する可能性とかってあるのかなみたいなことをちょっと朝から考えているんですけど、例えばこの学問の広がりってこのままどんどん広がっていく一方なのか、それとも何か変化が起こることがありますか。何かありますか。そうですね、まあ、少なくとも私たちは知能とか脳とかっていうところで今アプローチしていますよね。でまあ、科学全般に多分言えることだともちろん思うんですけども、脳科学というかその知能を研究することとか本当に壮大な研究だと思うので、確かにしばらくは広がるだろうというふうに思うわけです。だから脳科学のテーマと、まあ、研究っていう壮大性と、その例えば宇宙を理解するっていう壮大性っていうのは、まあ、非常に僕は近いぐらいの、その脳というのは自分の中にある宇宙だというぐらいの大きなスケールだというふうに思うわけですよね。なので、徐々に、まあ、今も拡大中でいろんな分野が生まれてきているんですけども、例えばそれをまあ比喩ですけど、まあ、その宇宙の広がりっていうのに例えることもできるわけですよね。で宇宙って多分まあ、ビッグバンみたいなものが起点となってどんどん、まあ、膨張して今も、まあ、膨張して続けているというふうに、言われていて、まあ、その証拠もありますというふうに言われている一方で、もしかするとその暗黒物質次第では実は最終的に宇宙っていうのがビッグバンと同じ状態、つまりビッグクランチっていうふうに呼ばれるんですけれども、これは完全に比喩なんですけども、また一点に収束するっていうような、まああくまで理論があったりするわけですよね。なので、まあ、哲学という一点で、まあ、徐々にこの分野が広がっていって、脳科学も認知科学もこういうロボットとかっていうふうな形で広がっていって、さらに、まあ、私たちが生きてる間はまだすでに徐々にもっと広がっていくんだけれども、もしかすると全てが人間や知能が理解できるか分かんないです。人間が本当に理解できるかもちろん分かんないんだけれども、まあ、もしかすると僕たちが
まあ、死んだ後とかね、もう本当に先とかですね、あのまた哲学っていうものを統合、もう俯瞰的に神のように理解できることができたらすごい面白いなというふうに宇宙が収束、知能が収束面白いですねこれすごい。あ、じゃあ残り1分半になりました。じゃあ最後にあの2047年のロードマップっていうことで、あのせっかく挙げたので、シンギュラリティってなんか30年後ってなんかちょっと適当な感じするじゃないですか。だからご自身なりの多分あの引退される頃ですね、30年後って。でその頃に何を明らかにしたら研究者ライフは成功だったのかっていうのを一言ずつお聞きして締めができたらいいかなと思うんですが、いかがでしょうか。私からですね、多分あの先ほどの質問ちょっとあるんですが、多分僕はこれから多分知能のサイエンスっていうのが人間のサイエンスと少し分離してくるかなと思って見てます。というのは例えば火星人っていうのは普通にいて我々とコミュニケーションを打ったら多分それは別だったはずですよね。で我々人間しかいないから人間のサイエンスと知能のサイエンスほとんどイコールになってますけど、これから例えば AI みたいなの出てきて全然別の知能っていうのが出てきた時に、その知能っていうものが本質的に持つ性質と多分人間のサイエンスって少しずつ分かれてくるのかなと思ってきて、そこでなんかもっと多様な形 の, あの、まあ、知能のデザインとかそういったものが議論できて、まあ、僕自身は多様性が大好きなんで、まあ、そういうふうにバリエーションのある方向に行けば面白いかなというふうに思っている感じです。まあ、とても難しいです、ね、とても難しいですけれど、まあ、でもあのやっぱりとりあえず当分はこの、まあ、世界観というのをキーワードにやっていきたいかなと。で、まあ、世界観っていうのは、まあ、キーワードとしてあの私にとっては適切なデカさで適切な曖昧さだと思うんですよね、まあ、そこから実験を考えるっていうことにしても、まあ、デカすぎず狭すぎずという感じなんですけれど、まあ、なんかあのだからそういう感じで、やっていきたいかなという感じです。時間のようなので簡単に言いますと、私は、まあ、徹底的にマッピングで先ほどのスケーラビリティをどこかどこの最小点とどこを最大点に最大点にするかの幅をやっぱ大きくしていきたいというのがありますので、まあ、Google Earth が例えば完璧な地球を再現できるように例えば、まあ、ドンゴ AI ブレインが徹底的にモレクラからコードまでを、はい、なんか網羅できるようなものが、まあ、できるか分かんないけど30年でもし達成できたらハッピーな研究者ライフかなと。ありがとうございました。じゃあお時間になりましたので、このセッションはこれぐらいで締めたいと思います。ありがとうございました。拍手です。